Hello! S&N 無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。そんな感じです。今日はどうですか？下の調子は。やっぱ朝いいね。なんかこう、余裕を持って喋れてる感じがああ、よかった。しますね。最近夜もう寝てるもんね。へい。へい。どうぞ。もうお話ししたいことがあると。あ、でもあれじゃない？先にアナウンスした方がいいんじゃない？アナウンス。はい。今まで今回で92回目なんだけれども、実際スキップしたのって22回回、と3か。回かな。年末年始をあ、毎年末年回始入れ2てない回から。と、この前1回引っ越しで、そう。3回引っ越し、あ、3回だけスキップ、3週ラ間だジけオか、そう、ね。スキップしたことがあったんだけども、頑張ってきたんですが、なんか、サチさんが、そろそろお子が生まれるかもしれないと。そう、臨月はい。入りましてでね。し、でして、もしかしたら、近々1、2回またスキップが入るかなーって1、いう2とこ回ろでです。済むといいけど、まあ、淳が1人でね、やるかもしれないしね。かもしれないし。ということで、ちょっとスキップの可能性があるので、事前告知というところです。まあね、可能な限り事前に収録したりとか、いろいろやっていきたいなとは思うんだけども、でも突然だからね。そう、突然だから、告知ということでしておこうと思います。別にやめるわけじゃないから、また引き続き聞いてもらえればと思います。はい、そんな感じ。そんな感じで。じゃあ、はい、じゃあ、ハロプロの話するかどうぞ。も。なんか、ゆったりとした軽めのニュースが3つあって、3つ、はい、どうぞ。まず、元モーニング娘。の新垣梨紗さんが結婚されましたと。再婚ですか？そう、2回目の結婚なんだけど、はい。このニュース、なぜ取り上げようと思ったかっていうのは、まあ、おめでたいっていうのもあるんだけど、まさかの相手が、YouTube のカメラマンって書いてあって、どういうことって思って調べたら、まあ面白かったよ。キングコングの梶原さんが、なんかカジサックっていう名義で YouTube やってるらしいんだけど、多分結構人気だと思うんだけどね。そのチャンネルのカメラマンをしてる人が旦那さんなんだって。なんかまさかのつながりに驚いて、ちょっと一旦触れとくか、みたいな。それに俺はそのニュースの上から順番に見てって、カジサックと結婚したの？って言っちゃった。結婚してるから、梶原さん。ねえ。ほんとよくないよ、そういうのね。ほら、書いてある。もうカジサックのYouTube YouTube でもも。上がってんだけどね。面白いよね。そこがつながってるんだっていう、血が乗したね。カジサック TV のサブスクライバーズは、236万人。結構早かったよ。だって、この芸能人が YouTube にガーって流れた時期があるじゃん。あれのちょっと早めの段階からやってた？やってた。すごいじゃん。236万ってすごくない？すごいよ。一回も見たことないけど。私、小学生の頃結構梶原さん好きだったんだけどね。ということです。というのが1個目で、2個目は、ハロープロジェクトってグループがいっぱいあるんだけど、今一番新しいグループが7月、あれいつだっけ、十何日にメジャーデビューが決まってるグループがあって、お茶の間っていうんだけど、お茶の間をなんたらかんたらの、かんたらかんたらで、っていう由来でお茶の間って名前なんだけひど、でえこと言ってんな。7月13日です。で、なんかダブル A 面なんだよ。ほうほうほう。恋のクラ、クラウチンチグームススタータートト。と、お祭りデビューだぜっていう2個があって、で、ようやっと、お祭りデビューだぜの方のミュージックビデオも公開されたよっていう。で、このグループすごくてさ、私、研修生とかってあんま興味ないのね。ジャニーズジュニアとか、ハロプロ研修生とかって、なんか追い始めたらキリがないから、あんま追わないようにしてんだけど、まあ、お茶の間ってデビューも決まってるし、曲もいいしって思って見始めて、で、お祭りデビューだぜも昨日、この、収録してる前日、金曜日にね、7月1日金曜日ですね。
公開されて、その日のやつ見てみたんだけど、まあいいよね。なんか曲とか踊りとかそういうのはまあ置いといて、うん、とにかくメンバーが強いというか、強い、デビュー曲なのにこんなに仕上がってることあるみたいな。ああそういうこと。ビジュアルもそうだし、うん、歌もダンスもこんなに新人ってできていいんですかみたいな、うん、感じがあって、まあ、MV は低予算でありますけれども、いつも通りそうでございましたね。いやだからみんな名前がかっこいいな。すごいね、うん、名前かっこいい、ロコってね、感じでね、うん、夏目って、夏目はいいけど別に夏姫やんみたいな。そう、夏目ちゃんもねずっと読めなくて、夏目すごいよ。キララちゃんも読めなかったんだけど、まあ、キララは読めないですね、うん、はい。キララちゃん最強だけどね。キララちゃんってさ、名前でさ、名前負けしないことある、こんなにみたいなね。姫、よしよしと書いてキララで、確かにキララだわっていう、まあ、すごい顔してらっしゃるんですよ。もうお顔が綺麗すぎて怖い。そうなのよ。私は久保田ななみちゃんっていう子が好きなんだけど、うん。キッキューって言うんだけど。ななみね。そう、ショートカットになってからすごい好きなんだ。多分人気なのは私の体感ね。私が、うん、あの、お茶の間で名前がつく前はずっと研修生ユニットっていう名前で結構長く活動してたよ。あ、そうなんだ。そう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 。あ、このメンバーでってこと？そう。へぇー。で、デビュー決まって3人増えたんじゃないかったかな。なんか結構ハロプロって多いんだけど、そういうこと。うんうんうん。あ、ジャニーズのスノーマンもそうだね。どんぐらい前に入ったかわかんないけど。ずっと6人で3人入ってデビューみたいな。うんうんうん。椿ファクトリーとかもそう。3人くらい入ってデビューみたいな感じなんだけど。何言いたかったんだっけ。あ、だからもともとそのハロータさんたち追っかけてるわけ。だからツイッターのタイムラインとかにこの子が可愛いでずっと流れてきてて、だからキララちゃんとかは知ってたの、もともとね。私が研修生には手を出さないでおこうって思ってる段階から流れてて知ってて、うん、やべえやついるぞと、うん、キララちゃんようやくデビュー決まったら嬉しいみたいな、そんなの感じと、この米村キララちゃんと北原ももちゃん、うん、田代すみれちゃん、中山夏美ちゃん、石栗かなみちゃん、久保田ななみちゃんはよく聞いてたから、うん、なんか元からファンが結構いると思う。なるほどね、うん、いや、かなみちゃんはなかなか将来性高めでございます、ね、キシモン系だよ。キシモン系ですね。ディーバ系になるのかなみたいな雰囲気あるよね。実際の歌唱力はあのメンバー間の序列みたいなのは知らないけど、うん、まあそう、未来は明るいなって思うよ、お茶の間見てると。すごいね、これはすごい。で、そのままハロプロニュースの3つ目になるんだけど、はい、実はだから研修生ユニットがお茶の間になったことによって、今研修生ユニットっていうものは存在してないんだけど、おととい、うん、研修生ユニット募集トゥートゥーができました。できたの？あ、募集するんじゃないんだ。うん、研修生はもともといて、何があったかっていうと、おとといだと思うんだよな。あ、おとといじゃないな。おとといは、ハロプロキッズ20周年のイベントがオンラインだったから、うん、そことかぶせるわけないか。その前かな。あの、モーニング娘。とジュースジュースの新メンバーオーディションって言ったの、ずっと。うん。水面下で、うん。で、その結果を発表しますみたいなのがあって、うん。で、月曜日とかだったかな。忘れちゃった。今、ちょっと曜日感覚なく生きてるから。うん、ハロプロ研修生ユニット、トゥートゥー。できましたね。そう、メンバーは松原ゆりやさん、うん、もうね、読めない。小野田かりんかな、橋田、読めないな。私も松原ゆりやちゃんしかわかんないんだけど、うん、で村越彩菜は読める、上村さんもなんだろう、これはちょっと読めないですね。読めます。5人です、5人。YouTube の発表はメインはそっちではなくて、うん、それはサプライズ発表だったんだけど、うんうん、だモーニング娘。に、モーニング娘。トゥートゥーに1人入りました。研修生から。あ、違うな、一般オーデって言ってた。あ、ほのかちゃんは、確かにほのかちゃんだ。やっぱかりんちゃんはかりんちゃんだ。これ読めなかったわ、はすみさんね。やっぱり2008年生まれですよ。14歳。みんな14歳とか16歳。
なんか多分松原ゆりあちゃんをデビューさせたくて作ったんじゃない、うん、まあその子だけじゃない。14歳ゆりあさん。ゆりあちゃんでもね結構長いよ。キュートが活動してた頃からいるから、うん、活動歴はまあまあ長い。オーディションでダンソンとかやってた。ダンソン、うん、フィーザキーってやつ、うん、やべえやつじゃん。ちょっといいじゃん。しかもあお顔出てこないけど、あハーフ顔のね、なんか綺麗な顔してんのよ。大変大人っぽくなっちゃって、やば。フィーザキーはやばいよそれ。心が強い。で、しかも、なんか別にそんなスキルのある子ってイメージが私の中でなかったけど、この間の研修生発表会みたいなやつで、うん、ちょっとごめん、追っかけてないから正式な名前違うかもしれないんだけど、あの、優勝してたはず。パフォーマンス賞みたいな。ちょっとそれも自信ないけど。研修生まで追い始めるとさ、沼が広くてさ、うん、いつも言ってるよね、それね。見ないようにしてんの。動き始めたら好きになっちゃう。うんうんうん。絶対に。そう。で、モーニング娘。あ、これゆりえちゃんね。うん。今さ、ホームページ見ながらしゃべって。モーニング娘。のページ開いてもらって、うん。モーニング娘。に一人入りました。ちいちゃんが抜けたから、また13人になるのかな。ほうほうほう。ここから。で、ややこしいのは、今、うん。もともと北川りおちゃんって子がいたんだけど、うん。新しく入ったの桜井梨央ちゃんっていう。ああ、梨央ちゃんだね。しかも、うん、字はちょっと違うんだね。うん。そうそうそう。この子が入って、うん、で、ジュースジュースに2人入ったんだけど、うん、ジュースジュースもリーダー上村あかりちゃんっていうんだけど、うん、新しく入った子あかりちゃんっていうのね。うん。大変だね。大変。私、でもう1人は研修生から入ったのかな、ジュースジュースは。なん、さくらちゃんって子だったと思う。それも追っかけてないか知らんけど、でもそれも待望のデビューらしくて、その追っかけてた人たちからしたら、もう、すごい話題になっていた。よかったね、みたいな。嬉しい、みたいな。そうそうそう。っていう感じで、なんで同じ名前の子入れるんだろう、みたいな。今、アンジュルムもいるじゃん。リンちゃんが2人。リンちゃん2人いる。で、モーニングさんやリオちゃんが2人になって、うん、ジュースジュースは、あかりちゃんが2人になっちゃうっていう。どうしたんでしょう、ね、どうしてそういうややこしいことするのみたいな。別にいいんだけどさ、その、うん、スキル面で見てんだとは思うけど。いろいろね、相性とか見てんだけど、まあ、名前はね、そんなに考慮しないかもしれないね。そうそうそう、しょうがないとはいえ、そんなさ、そんな、夜みたいな気持ちにはなるよね。まあでも、一人加入、久々だと思うから、モーニング娘。ちいちゃんはちょっとイレギュラーだったから置いといて。多分、小田さくらちゃん以来じゃない？一人で入ったの。うんうん。ここが同期で。ここって言ってもわかんないから。キミ。キミキちゃん、ミキちゃん、ミキちゃん。ミキさんだった。ミキさん、はい。そう、12期、13期。いやー、さっさんお詳しいですね。全部その複数人とかで入っていったんだけど、うんうん、なんか久々、小田さくらちゃん、でイレギュラーちーちゃん、うん、で桜井梨央ちゃんでってね。パンダさんは3人で入ってきたよ。うん。パンダさんね。そう、まあでも梨央ちゃん、北川さん髪の毛綺麗だな。北川梨央ちゃんはおんちゃんって呼ばれてて、なんかあだ名で区別すんだろうね。まあそうでしょうね。ケロって呼ばれてるしね、リンちゃん。そうだね。なリンちゃん、ケロちゃん。そんな感じ？そんな感じが今週のハロプロニュースでございました。結構、若手が動きましたね。あ、C っていうならもう一個あって。うん。まだあるの？すごいの。サンマの。ああ。サンマ。踊るサンマ御殿。永遠に私が番組を覚えられない。やつがあんだけどさ、誰が出るんですか？上國料萌衣さんが出ます。すごいじゃん。もう海子すごいんだよマジで。最近たまに見る世界不思議発見にもなんかいつもいるし、いやあれはマジ謎、マジ謎。いつもさ毎週見てるわけないんだよ、うちらも。たまにこうピッて回して見つかと思ったワイプに上國みたいなのいないみたいな感じで。昨日も、昨日とか言ってあれだけど、ケンミー賞にも川村あやのちゃん出てたし。出てたね。うん。すごいね。アンジュルム飛ばしてるね。飛ばしてるよ。ロッキンにも出るし。楽しそうだね。そうね。そう。
やべえ、紙物になっちゃった。はい。紙物がね。あざとくて何が悪いのにも、引き続きなんか理科なんかやってるし。みたいな感じで。すごい、たくさんハロプロニュースありました。嬉しいことだね。うんうん。そんぐらいにしときますか。はい。たぶんそんなもんだと。あ、そうね、ハロプロキッズ。20周年。ハロプロキッズだよね。おめでとうっていうところですかね、あと。すげえ、たくさんあるなぁ。ハロプロキッズっていうのは、え、たぶん、ちょっとハロプロエッグとキッズがあって、私その辺の時代、オタクやってないからさ、わかんないんだけど。合ってる合ってる。つまり、何が起こったかっていうと、ベリーズ工房と、キュートのメンバーが、ハロプロキッズっていう研修生になってから20年経ちました。だから今も続けてる人たちは芸能生活が20年になりました。うん、なるほどね。そういうこと。で、せっかくなんでオンラインイベントやりましょうみたいな。ナッキーが今海外いるからさ。中で。っていうのやってた。すごいよね、でも。続けてるってすごいよね。すごい。愛理ちゃんと、まゆみちゃんと。それあれだよ、昨日のキンキキッズと一緒よ。あ、そう、キンキよかったね。キンキ25周年、デビュー25周年。うん、やっぱ続け、あ、中居君もしてたけどさ、うん、やっぱ続けてるっていうのがさ、うん、すごいことだし、うん、続けることの大変さって続けてる人しかわからないからさ、うん、すごいよね。すごい。うん。で、やっぱ私はキュートが好きだったからだと思うんだけど、やっぱその中でもずっと最前線にいようみたいな姿勢の鈴木愛理っていう存在はすごい大きいだろうなって思う、みんなに対してさ。うんうんうん、みんなも音楽活動とか舞台活動とかそれぞれ活動してるからすごいんだけど、ずっと歌手でいるっていうさ、 CD 出し続けて、ミュージックビデオ出し続けて、ついにアニソン歌手になったわけじゃん。なったというかね、デビューしたわけじゃん、ソロで。っていう存在がいるのは、後輩からしても新しい道を作ってくれてるからいいだろうなって。いいと思うよ。そう、後藤真希もやってたけどソロで、ABEX 行っちゃってるからさ。ああ、確かに。アップフロントじゃないんだよね、もう。うんうん。とかね、思うと。まあ、それぞれの存在がもちろん、いい影響を与えてると思うんだけど。私は、鈴木愛理がすごいなって思う、いつも。うんうん。いい気はできた。はい。何しようかな。なんか最近、呼吸が続かないから、私、埋めるのかな。呼吸法あるから大丈夫。ちょっと難しい話まだ早いから。最近話題の、あーでもな、薄い黄色だった。どうでもいい、どうでもどうぞ。じゃあこれアツシの話聞きたいからさ、振るんだけど、はい、はいはい、最近ツイッターでバズってたやつ、うん、はい、正直大した話じゃないって言ったらあれなんだけど、うん、あのどう思いますかっていうのを聞きたいなって思いまして、はい、何があったかっていうと、結婚式って結構人を傷つけるものだよみたいな、うん、だからやる側はその覚悟持ってやれよみたいなツイートがざっくりとね、うん、バズって、それに対してああだこうだっていう意見がいっぱい出てたよっていう話なんだけど、うん、なんで人を傷つけるかっていう話になったかっていうと、うん、例えば今 LGBTQ、うん、9までだっけ今、うん、がの人が呼ばれた時に、まあ、日本で今結婚式はできるよね、結婚式はできるけど、うん、まあ、正式な婚姻関係になかなかまだ認められてないよねみたいな、うん、そういう人たちが呼ばれたらどんな気持ちになると思うみたいな、うん、そういうことまで考えてちゃんとやってんのみたいな話なんだけど、うんうん、まあ、率直にこの話を聞いてどう思いました？人それぞれだから、ケースバイケースで考えてください。自分でどうぞっていう感じ。そうだよね。うん。いや、そうなんだよ。うん。かな。まあね、俺はその LGBTQ のと系の友達いるけど、うん。そうだよね。別に、なんだ、その人たちがどう思うかっていうことは、もちろん考えるっちゃ考えるけど、でもそれすらは全員俺の友達だから、普通に俺のことを祝福してくれる以上だよ、うんうん、
そう。それに対して、ああ、俺もこういうのあげたいのに、うん、この国ではあげられないのかとか、婚姻関係を持てないな、うんうんかんぬんは別次元の話で、うんうん、関係ない。そうだよね。うん、そうなんだよ。はい。で私もなんかこんな、なんでこんな大騒動になってるのかが不思議で、うん、いや不思議だし、なんかそのやっぱみんな今心がすさんでんのかなって思いながら、うん、追っかけてたんだけど、追っかけてるほどでもない、流れてくるんだよね、すごい本当にいろんなものが、このツイートを発信からいろんなものが流れてくるから、うん、あ今こういう流れになってるのねみたいな感じで見てたんだけど、うんうん、なんか考慮し、もちろんその人の気持ちは考えて行動した方がいいことの方がいっぱいあると思うんだけど、うん、なんかそれはさ相手に委ねなよみたいなことも勝手に先回りして、勝手に自分の偏見を押し付けて、うん、それを気遣いだと思ってる人がいっぱいいるんだなって感じたのと、なんかそこまでなんて言えばいいの、なんか自分の理屈をみんなこう通したいんだなっていう、そういう気持ちが強いんだなって思って見てた。うんうんうん。なんかそのね、マウントを取る取られたとかの話もそうだと思うけど、あれなんじゃないの、よく幸さんが言ってるさ、うん、今の話ってまさにそうだなと思って、いわゆるあの、うん、自粛警察みたいなさ、あるじゃん。あの、すごくいわゆるおせっかいなわけじゃん。うんうんうん、でもその人的にはすごく正しいことだと思っているっていう、うんうん、ことだと俺は思っていて、うん、まあ、一側面から見たらそうだよね、うん。他の側面から見たら違うよね、みたいなことを、うんうん、なんかこう、他の人、なんかみんながそれやっちゃってて、うん、許容性がないなっていうだけだと俺は思っているよ。なんだ、一側面から見たら正しいんだよ。だから今のプーチンだってさ、プーチン側から見たら正しいんだよ、うん、でも他の人から見たら正しくないんだみたいな、うん、ところの許容度みたいなところが、うん、あまり今の日本はそこがなんだ柔らかくないというか、柔軟性はなくて、うん、すぐにこう張っちゃうっていうの、正義という名の暴力というやつですね、うん、自分はそう正しいと思ってる。中二病みたいな。最近なんかなかったっけこれ。ちょっと私が見たドラマかなんかのやつだから。正義は、ね、意見が違う人に聞かれした暴力だみたいな。それはそう。なんか見た。それはそう。戦争なんて全部そうだし。そうだね。うん、そう。あとなんかシンプルに、私たち結婚式結構さ、うん、曲げたんだけど、私たちは何年か前に。結構アットホームな感じにしようっていう意図というか意識が強かったじゃん、うん、だから花からちょっと私も転職したてだったっていうのもあったけど、うん、職場の人は呼ばない式にしようみたいな、うんうんうん、それで別に失礼になるような職場でもなかったから二人とも、そうだね、だからそう職場の人は呼ばないから、その上司の挨拶とかそういうちょっと硬いやつはやめようみたいな、みんながリラックスできるようなのにしようとか、うん、考えて、で呼ぶメンバーも結構絞ったって言ったら言い方あれだけど、親族とかも呼ぶから呼べる人数の限りがあるから、なんだろう、ちょっと変な言い方かもしれないけど、心から私たちの結婚を祝ってくれてる人で、私たちが主催する結婚式を楽しんでくれる人っていうのを結構基準に選んだ感じじゃない？もう呼びたい人っていうのが前提だけど、うん、呼びたい人を呼んだ呼びない人だけだと溢れちゃうから、そう、全然溢れちゃうから、まあなんだろう、俺はその空気感に合う人を呼んだって感じかな、うんうんうん、そうなまあなんかあのちょっとこの話題に戻すんだけどね、うん、あの結婚式っていうのはまあ、うん、強制的にこうお祝いをさせる加害性を持つものだという主張をしていて、3万払わせてね
そうで主張していてね、うん、で誰も傷つけたくないのであれば、うん、全て中止するしかないし、うん、そんなことは不可能なので、うん、あの覚悟を持つかどうかの問題でしかないとかって言ってるんだけど、うん、そんな自分人間一人生きてるだけで全てそれに当てはまるんだから、うん、何今更言ってんのって感じ。何自分が生きてるだけで誰かを喜ばせてるかもしれないし傷つけてるとこもあるかもしれないしっていう。そうそうそう、そんなことだって当たり前じゃんみたいな、うん、だから違っちゃって、さっきマウンティングっていう話で出したの、うん、それ同じだなって思う。だから今更それを言って何なんだ、まあ、いや今更っていうか今の俺から見て今更だから、うん、この人は初めて気づいたのかもしれないね。そうだね、だからそれはそれでいいと思う、うんうん、とか年齢が分かんないじゃんツイートしてる人、うん、初めて結婚式行ってみたのかもしれないよね。うん、そうそうそう、初めての行く結婚式ってさ、もしかしたらちょっと自分とすっごい仲良しじゃない人の式だったかもしれないし、うんうんうん、かもしれないね。何やってんだろうな私とかと思ったのかもしれない。そうそうそう、3万払ってこれかみたいなこうと思ったのかもしれん。そういう式もあると思うよやっぱり、うん、あると思うよ。それはさ、ピンキリだからさ、あの職場の関係で付き合いでいかなきゃいけないとかさ、明らかにこれは人数合わせのために呼ばれたなみたいな。そうそう、 だし今このコロナ禍だし、うん、あの無理くり行ったし、うん、でももしかしたらこうね、彼氏彼女と別れた前、うんうん、あの翌日だったかもしれないし、うんうん、いろんなことがあってこういう話してるのかもしれないけど、うん、みんながそんなにワイワイ言う、まあ、別に言うのことも全然否定はしないけど、うんうん、このツイートに対してね、そうそう、うん、勝手に言ってればいいんだけど、当たり前のことを当たり前のように言って、当たり前のようにみんながそうだねって言ってると、うん、いうことだと俺は思ってるよ。てか、むしろみんな気づいたけどそのぐらいっていうふうに思っちゃう、うんうん、そんなことまで気にしてられないっていうのが正直なとこだよ。あと思ったのは、まあ、その結婚式の前日とかに婚約破棄されましたとかになったらさ、うん、間に合わないとは思うけど、うん、結婚式の招待状って出席と欠席っていう選択肢があって、うん、私はあの申し訳ないけど結構欠席で出してるやつもあるのね、うんうん、あのなんだろう、言ってたらキリがないというか、うん、めちゃ重なっちゃって、まあそうだよ、それはあると思う。そうだから私はそこで途中からあの自分の式にこの人は絶対呼ぶなって思う人のところっていう基準を自分の中で設けて、うん、参加するかどうかって決めてたりしたんだけど、うんうん、本当にキリありがたいことにいっぱい呼んでもらったからキリねえなこりゃって思ってとかさ、そういう自分の中の基準が持てて、それをごめんね、いけないわって言える関係性なんだったらね、うん、よかったかもしれないけど、難しいよね、その式やる人の感覚も違うしね。まあ、この人の1個目に言ってる強制的にお祝いをさせる場でしょっていうのは、うん、はい、その通りですっていうそうだと思うよ結婚式っていう場が、結婚式っていう場はそうだと思うよ、うんうん、別にこう写真撮りたくもねえのに毎回前行かなきゃいけないとかさご飯食べてる途中に、ね、そのご飯食べてる途中行かなきゃいけないとかさ、まあ、行かなきゃいけないことはないんだけど、行かなきゃいけない雰囲気があったりとかさ、いろいろあるわけですよ、うん、だから強制的にお祝いさせられる場で、そうだね、うん、そうだと思うよ。新郎新婦持ち上げてね、そうそう、かわいい、綺麗って、そう、行きたくないなら行かないって言えばいいだけの話でそうそう、むしろそう行きたくないのに行けないっていう関係性を築いてしまってるお前が悪いっていうふうにさえも捉えられてしまうね。まあ、ちょっと過剰に考えるのね。そうそうそう。そうなんだよ。いやー、なんかこのツイートがバズるんだみたいな感じだよね。すさんでるね。そっちが心配だよ。っていう感じですかね、うん、私の意見は。そんな全部だって個人で判断してさ。はい、あの個人でやってよみたいなね。うん、この話題をなんか時間かけてこうツイッターとかもそうだけどさ、検索だからもう上がってきたものを読んで、うんうん、自分でそれで リプライするとかっていう時間がもったいない。あつしはね。俺はね。生産性がないっていう。ないね。これは言うからね。これはない。そう。こんな感じでしょうか。はい。いやー、でもなんか心配ですなと思って私は。いいよ、私の意見です。それは。うん。まあそうね。なんかこれを見てては気をつけましょうとは思わないからさ、私は。もう。てか、もともと覚悟を持って生きてる。そう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 。しょうがないよ、だって。自分の発言が誰かを傷つけてる可能性は大いにあるなと思いながら生きてるよね。
そう、だから無責任ラジオって名前もつけちゃった。そう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 。私たちの意見に対してすごい傷つく人も出ると思うし、はい、共感してくれる人も出ると思うし、はい、そう。え、そんななんかさ、全方位にさ満足させることなんて絶対できないしさ。できると思ってるやつはその偽善者だ。ね。なんか大変だねって思って、でもなんか、うん、今そのなんとかハラスメントとかさすぐ出てくるじゃん、言葉がとかもそうだし、よくわかんないよね、なんとかハラスメントで。いやその被害者というかさ、なんかあその LGBTQ のマイノリティの人たちもそうかもしれないけど、あその人たち当事者じゃなくてね、当事者のその人たちではなくてその人たちに対してのとか、うん、なんか過剰だと思うんだよね。それも行き過ぎちゃって逆に差別じゃないみたいなさことと発言とかさ、うん、それ配慮しすぎることによってもう差別に入ってないみたいな私は思っちゃうから。あ、私若い時にさすごい、これ前言ったことあるかな、すごい嫌いだったのは、あの発展途上国の子供たちは、うん、まあ、学校行けなかったりとかもしてかわいそうだから、うん、人生に選択肢があることを知らなくてかわいそうだから私はその選択肢を広げたいって言ってる現地に行ったことない学生、うん、とかの話聞くのすごい嫌いだったの。外国行ってみて、あこの子たちは幸せじゃないなっていうのを何かしらこう実感を持って知ってて、うん、じゃあこういう支援をしようっていう具体的なのが出てくるんだったらいいと思うのね。学校に行かせてあげようとか、うん、あげようっていうのもちょっと違うかもしれない。なんかその行ったことないけどふわっと来て聞いた話で勝手にその人たちが不幸せだって決めて、勝手に自分が上の立場だと思って何かをしたい、でも何をしてるわけでもない、募金をしてるわけでもないしっていうのがすごい嫌いだった昔。うん、もう そうなんだって感じだ。そういう人がなんだ、そういう話を聞いてそれがフックになってモチベーションが上がってやるは別に、いや、そうきっかけならそんなもんじゃん。そうそうそう、いいじゃん、そっから何かこ いいん、なんかこう動くんだなって言うんだったら、うん、いいんじゃん、うん、見てみてじゃあ考えたらいいんじゃないって思う、うんうん、いいんじゃない。そのはい、なんかいいと思う、そういうきっかけとして、そう、うん、多いし、なんで相手の幸せかどうかをあなたが決めるんだろうっていうのが私すごい気に入らなかったのね、うん、まあ今も気に入らないとこあるけど、人の幸せを勝手に決める人に対しては、うん、そうだね、まあ、神なのみたいな、我々が相手にしないタイプの人間たちです。そうそう、我々の周りに集まってこないから。はい、そうすぐ切っちゃう、そう生きてる世界って感じだから大丈夫。あ、こういう人かって思ったらもうなんか二度と会わない方向に行っちゃうもんね、うん、何言ってんの。気に病む必要さえもない。もう苦手なんだよって。なんか人それぞれだから。自分のことだけちゃんと考えて生きていきな、本当に。まあ、決して自己中心的に生きていこうっていう発言じゃないからね。そういうことではない。自分の人生に責任を持って生きていきなっていう話。はい。そんな感じ。そう、あつしはどう思うのかなって気になったのよ。もう私はこう思いました、うん、多分くだらねえなって思ってると思うんだ。あ、そうだ、ね、基本的には、はい、何も響かないね。いや面白いね。はい、そんな感じ。あ、じゃあロシアの解説してもらうか。解説っていうことではないよ。ロシアの話なんだけどね、あのブルームバーグの記事を俺は見てるんだけど、他のところもめっちゃ出してるから他の記事も見てみてね。ロシア国債がデフォルト状態になったんじゃねえのっていう話。多分なってるんだと思うんだけど、デフォルトっていうふうに、決めるのはあの外部の第三者機関が決めるので、実際そういう状態だっていうふうに決断が下されたかどうかまだちょっとわからない。でもこれ一応6月26日だから債務不履行状態ですね。はい、で、まあ、約1世紀ぶりですと、うん、だから普通今までずっと100年ぐらいなかったんだけども、う
デフォルトになってしまいますね、なっちゃったんじゃないのっていうお話、うん、で、うん、一応最初の一文だけ読むと、ロシアが外貨建てソブリン債のデフォルト状態に陥りましたと。まあ、この場でパパパって意味わかんないと思うんだけど、うん、ソブリン債っていうのは日本語で言うと国債だと思ってもらえれば構わないわ、はいはい、政府が出してる、うん、よく言うじゃん日本国債と、うん、で国債っていうのは借金だから、うん、払っ国債を発行して誰かが買ってくれたら5年債とか10年債とかってあるから、うん、その、区切りまでに貸してくれたら利子をつけて返さないといけないっていう義務が発生してるんだな、はい、まあそれはそうだよね、うんうん、でそれを返さなきゃいけない期限が6月26日だったんだけれども、うん、その6月26日に払えませんでした。これが債務不履行状態です、うん。で、それっていうのは1世紀前、100年前に旧ソ連の初代指導者、レーニンが帝政ロシア時代の債務の履行を拒否したってことがあって、うん、1918年ね、約100年前に拒否したんだって。で、それで一回その債務不履行状態に陥ったということ。で、それが今回、ロシアの中でも債務不履行の状態に陥っちゃった、うん、やべえぜっていう話、うん、つまり借金返せないのお前っていう、うん、もうダメなやつじゃん借金返せないやつだったら、うんうんうん、借りたのに返せませんでしたっていうことに今なってますよということロシアがね国がロシアがそうそうそう、うん、でただ一応バックグラウンド的に言うのであれば、うん、ロシアはお金がなくて払えないわけじゃありません、うん、お金はあります、はい、でただお金を払う手段をすべて、閉じられちゃってる。あー、制裁で？そう。今制裁、アメリカとかヨーロッパとかが、金融制裁を課してるから、うん、今までだと普通に銀行間で債権者に対してお金を払うことができた、うん、だけどその払うためのルートを閉じちゃってる、うんうんうん、だから金融機関がお金を受け付けませんってうん、話になっちゃったから払えないっていう状況です、うんうんうん、だからロシア側からしてみたらいやいやお金は払えるぜ俺らってうんうん、うん、だから不履行っておかしいじゃんって、うん、お前らがただ単に払わせないだけだろっていう話をしてだから俺らはデフォルトじゃねえと言っているよなるほどね、うん、っていう状況です、うんうん、はいだよ実際ロシアが払える分、うんお金を持ってるっていうのは分かってることなの、まあ、持ってるんじゃないだって135億だよあ全然5円ねあ135億円、うん、そう全然別になんとかなく、まあうん、1ドルでドル換算だとね、うん、あ1億ドルだから、まあ、全然別になんとかないんじゃないのっていう感じじゃない、うんなるほどね、なんかちょっとプーチンさんはさ、うん、発言のなんだろう信憑性みたいなのが今ちょっと怪しいからさまあそうだねまあでもそう学年的にも別にこれがさ、うん、何百兆とかだとちょっと、うん、みたいな感じになるけど、うん、まあね135億円で別に1企業がポケットマネーでポンって出せるぐらいのレベルよトヨタだったらすぐ払っちゃいますみたいな感じの、金額だよね、うん、なるほどねそんな感じ。じゃあロシアが経済的に結構やばいんじゃねえのっていう話ではなくてではない、うん、シンプルに制裁受けてるから払えなかったよねみたいなそうそうそうどうなるのかなみたいなそうそうそう、話ね、そういう感じ。なるほど。ちなみに今パッと調べてみて、うん、今何百兆円って話をしたんだけど、うん、日本の予算国家予算が年間の、当初予算ね補正予算とか盛り込まないで、うん、ただ単に最初はパッとお金出しますよこれならいけますせって言ってるのが107兆円、うんなので135億円って 1% とかにもなってないけど 1% だったら1兆円だもんみたいな 0.1% とかのレベルで国会、うん、日本の国家予算で言ってもねそうロシアなんかもっと規模大きいそう、ね、全然別に135億円がなんだって話なるほどね、うん、だしなんだろうじゃあこのデフォルトに陥るとすごく国の通貨としての、うんまあ、国の信用が落ちるから通貨の信用も落ちるわけだ、うん、でも今すでにめっちゃ下がってんねんなんだっけロシアの通貨ルーブルそれだルーブルめっちゃ下がってんの、うん、でさらに
今日本と同じでインフレがすごい起こってる、うんうん、だから通貨の価格めっちゃ下がってるし、うん、物価めっちゃ上がってるし、うん、今すでにそうなってますと、うん、しかも日本のインフレ率って今 0.23% とかなのよ、うん、今我々ってさ、なんか物価高だなみたいな話してんじゃん、うん、でも押しなべてみると2020年度って 0.23% ぐらいなんじゃないのって。22年度そう、うん、そうそう、うん、この1年間ぐらいで、うん、まあ物価高 1% もいかないんじゃないって高いけど、うん、上がり幅としてはそう、とりあえずまあ 0.1% ぐらいだと思ってもらう、うんうん、じゃあロシアはって言ったら今 17% とか 18% だもんね。アメリカとかも結構やばいよね。そうやばいじゃん。ちなみにこの前あの俺がちょこちょこ見てるあの広瀬隆夫さんっていう、あの YouTube の YouTube もそうだし、まあ、あの人は、株式というかマーケットの人だけども、うん、空港でねサンドイッチ、本当にパックのやってるサンドイッチ、ニューヨークかな、うんうん、空港でサンドイッチ、うん、ジュース1本、うん、2300円。待って待って、サンドイッチ普通のあれでしょ、普通のちっちゃなサンドイッチ、うん、とジュース1本で2300円で、ここまで振り切った価格出されるとマゾ感が刺激されていいねみたいなツイッターに出してて、確かにねみたいな空港で買ってさ、まあ、空港ってちょっと割高だよ。そうだ、でも、ね、本当にサンドイッチ1個とジュース1本で2300円って、うん、もうしょうがない買うかってなるよね。なるなる。もうなんかケチってちょっとどっかの別のとこに使ってないもんなんか富士山の上でカレー1杯1000円みたいな、それはいいよいいよみたいな感じじゃん。そういう感じ。でその感覚でいくと富士山の上でカレー1杯食べたら、うん、3000円ぐらいするってことだよね。するする、もっとか、うん、でそうだって、そこら辺の山、うん、で水1本買ったら2リットルの水1本で1000円だもん、うん、山の上でね。だからって考えるとまあしょうがねえよって振り切ってるなということね。ちなみにロシアはそのインフレ率がもう 17% とかになってまして、うん、もうすでにねめちゃめちゃ打撃を受けてるんですよ。そうだよね。なので今回デフォルトになったからってまあ別になんてことないぜって、うん、何も変わらんよっていう、良くも悪くもね、そう感じ、うんだそうです。これがこのロシア国債デフォルト状態でございますと言われている全体像、うん、なるほどね。いやニューヨークの空港の物価高やべえなと思ったよ。いや今アメリカ本当やばいよねすごいよね。なんか知らんだけでさ、本当に待って街の中で食べるのもね、ハンバーガー、なんだっけな、私の知り合いがニューヨーク行っててさ、うん、あ、マジでバーガーキングとか行っちゃったかな。なんかハンバーガーとか食べたら8000円ぐらいしたんだけどみたいな。とんでもない。多分セットとかにしたんだと思うんだけど、うん、いやいや8000円ってもう高級料理店行ってますよね。そうそうそう、気軽に食べられないみたいな、うん、あ、そう、ラジオ公開された日に、日曜日だからイッテQがあるじゃない、テレビ、うんうんうん、でミヤゾンがカナダに行ってるけど、あ、行ってるね、うん、でその予告でもなんか言ってた気がする。高って、何がいくらでとか言ってた。ちょっとああ、ナイアガラ行きたいな久しぶりにそう、ナイアガラの圧倒的な力ってすごかったよね。綺麗だったね。こんな水出るのみたいな飛んでくるし涼しくし、あれすごいよね、うん、楽しかった。なんか規模がおかしいと、うん、じゃあ今度行ったら下水の下の方まで行きたい、行きたい、こうね、あれまでびっちょびちょになるから。まあいつ行けるかね、うん、まあ、パスポートも更新したしね。そうだで今からカナダ行って子供産む？行かない円持って行くの弱すぎる。確かにドルで稼いでから行かないと。確かに今の円は弱すぎてカナダちょっと無理だな、うんうん、あ、そんな感じですね。私が今手元に持ってる外貨25ユーロしかないから。俺もカナダドルが100ぐらいかな。あ、でも意外と思ってあっても100ぐらいやばいよな今な、うん、そんな感じでございました、うん、残念ながら今映ってなしだから節約して生きていくし、はい、うん、まあ、国内で生きていく分には、まあ、そんなに、うん、我々の生活では問題がないかな。ちょっとなんかもやっとするだけだよね。これ、うん、こんな高かったかこれみたいな。そうだね。あとフルーツが食べられません。高いね。高い、まあ、俺の大好きなドラゴンフルーツを最近食べられたからよかった。
色の悪いドラゴンフルーツですね。ちょっと色悪かった、まあ、半額になってたから。よかった。そう、そんなの探さないと食べられないよ、泣いちゃう。で、雨降んないからまた秋頃なのか来年頃か打撃受けるだろうし。そうだね、水不足も深刻だしね。北海道も玉ねぎの苗が終わったって言ってた。大雨降ったから。だから今季は大丈夫かもしれんけど来年に影響あるかもとか、うん、玉ねぎ一生買えないじゃんとか。玉ねぎ一生買えないね、やばいね。そうそう、でも桃盗むやつらいるし、もう本当にやめて返して。うん、なんで桃盗むの、ね、見てみてほしい。ひどい、なんか天気だったらもうどうしようもないというかね。うん、氷が降ってきて傷んじゃったはしょうがないけど、うん、盗むはダメだよ本当に。しかも盗み方も雑だからさ、枝に傷つけるしさ、うん、何もかもダメ。本当にやめてって思う。そう、なんか最近盗難のニュース多いからさ、やっぱ物価高とか景気の悪さがみんなの心をすさませてんのかもって思った。そのツイートもそうかもしれんけどさ、うん、しょうもないことに突っかかるというかさ、うん、ぐらいの余裕のなさが今日本人にはあるのかもしれないね。まあ我々はまったり生きてるけど、そうね、そういう場合、ね、そういうところに陥ったら我々もそうなるんかね。なりたくないけどね。無人販売の餃子がすんなり。そうそうそう、なんだ、ご飯置いてあるじゃねえか。急になんか入ったの。電子レンジはねえけど、これ今外あったけえから置いときゃ食えんじゃねえ。急にバカにし始めたつもりか。食えねえぞ餃子は。多分焼かないと食えないと思うね。マンホールの上。ああ、とか車のボンネットとかでもいけるかな。ああ、いけるわ。むせないけどね。いやいや、蓋しよう。蓋す。葉っぱで。いやもう燻製だもん。はい。何？そんなくだらない話して。いやでも本当にさ、すさんだジャパン。そうだよ、国がなんとか動いてます風でも出しとかないと日本国民がすれていくよ。でも今さ、うん、選挙でお金バンバンばらまいてるからさ、国民に対してお金はばらまけないよ本当にね、うん、意味が分かんないよね。うん、ってことはさ、はい、そういうことはあるよ。今思ったけど、サシさん政党作ったらさ、政党助成金めっちゃ入ってきてさ、うん、国費でいろいろできんじゃない？ああ。逆に。今だってさ、NHK をぶっ壊す党とかっていうさ、うん、頭が、なんだろう、もう湧いちゃってるようなやつらがさ、やれるじゃん。はいはい、そうね。ね、あれ見てると政党作れるなって思うよね。作れるなって思うよね。うんうん、なんかもう、しかもそこから出てくる候補者さんたちもさ、あんまよくわかんない。正直、人格はわかんないけれども、顔を見て、あ、ちょっと無理だなっていう人たちが多いわけじゃないですか。で、何喋ってんのかもよくわかんないしさ。そうだね。それ考えると、いけるよ。政党を作る。確かに、確かに。うん、で、この国民から巻き上げてる税金をサシさんが使うっていうのはできるよ。うん。どうしよう、マリー・アントワネットみたいになっちゃったら。お金持った瞬間にね、ちょっと面白そうだね。私の庭園を作りますって言って、ね、ね、うん、玉ねぎが高いの？お菓子を食べればいいじゃないって始めるでしょ。玉ねぎとお菓子みたいな。マリアンタルってやべえからな。やべえよな。パンが食べられないのにお菓子を食べればいいじゃないみたいな感じでさ、玉ねぎ食べられないならフルーツでも食べればいいんじゃないのとか言い始めるでしょ。うるせえやつだよ。お前何見てんだみたいな。私は国民たちが汗水垂らして働いて稼いできたお金を見ています。それ全部私たちのものですからって言い始めに、稼いでくれてるね、ありがとうって思ってるよつひどい。でもそういう感覚の政治家いそうだけどね。あ、なんかこの間だって日銀の総裁謝ってたもんね。あ、黒田さんね、うん、値上げ許容度が上がってるみたいな、うん、まあ正直上がってると思うよ。だって使わねえんだもん今は。他に？そうそうそう、今は使えない。あと許容度が上がってるって言い方はちょっと変なんだけども、うん、体制は整ってると思うよ。気持ち的に払ってもいいとは全然思ってないけれども、そう、そこは言い方だよね。そう、払っていいとは全く思ってないけれども、
耐えうるだけの貯蓄を持ってることは事実としてありますっていう感じだとは思う。それはそうだね。そうだね、うん、そこだよね。許容度っていう言葉が良くなかったけど、すごいなんか認めてるみたいになっちゃうからさ、こっちが受け入れてるみたいな、うん、受け入れてるわけはないんだよ。ガソリン代いつまで上がり続けるんですか。そういうことです。電気代まだ上がるんですか。そう、電気もさ、なんか節電しろ節電しろってさ、またお願いベースでやってさ、うん、で冬はそれ守んなかったら罰金が発生するかもしれないとかさ、マジ言っててさ、もうちょっとアメとムチとかにしてほしいんだけどみたいなその罰を与えるんだったらご褒美もちゃんと与えてくれるみたいなさ、うん、気持ちになるよね。すごいね。うん、まあ実際どうするのか知らないけどね。ほんと不思議なんだよな。なんかさあ、また日本の悪口じゃない。はい、今度どうぞ。いやいや、あのそう、節電前何回も話してんだけど、うん、節電ってさ、だって、うん、電力会社は電気を使ってほしいんだよ。使ってくれた分だけ稼ぐんだよ。うん、でも電力会社はお金を使わないでくださいって言ってんだよ。うん、よくわかんない。よくわかんないよね。そう、あの水はね、わかるんだよ。うんうんうん、なくなっちゃうから。そうだね。でも電気はさ、そいつらの工夫次第でさ、お金はかかるかもしれないけど、風力だってあるしさ、ソーラーだってあるしさ、うん、いわゆる今なんか昔の火力発電所を上げて、あの、うん、開けてさ、すごいこう低効率のさ、うん、電力をそれでも頑張ってなんか出すみたいなこと言ってるけど、うん、いやお前らが努力しないだけじゃんって本当に思うわけだ。何十年頑張ってこなかったのっていう話だよね。そう、なんか今更さ、そう、なんか原発神話にさ踊らされてた奴らはさ、何をやっとるんだと。でちょっとでも頑張ってさ、あの地域の中だけでもちょっと低価格なんかプレミアつくのかどっちか、まあ戦略が分かれるかもしれないけども、うん、地産地消でエネルギーやっていきましょうよって言ってる電力会社たちはさ、うん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 、日本の電力卸のさ一つの電力卸がさ全価格決めてんだからさ、マジでこう何カーソセールみたいな感じの一番てっぺんのやつがさ、じゃあ今日の値段はこれにしますって言って電力価格がさ何倍、まあ、本当倍とかになってお金払わなきゃいけなくて、地域電力頑張ってるやつだから全部どんどん潰れてってさ、うんうんうん、赤字になっちゃってね。そう、ええー、みたいな。だって昨日まで200億は黒字だったのに明日になったら400億赤字ですけどみたいな、ええー、みたいな感じですよ。もう怖い怖い。ちょっとジェラさん頑張ってくださいね。なんかこんな日本は電力が足りないからその EV 社会には向かないとかさ、えパリ協定いつよみたいな。なかなかねそんな、なんかそんな国だったんだって思っちゃうこといっぱい出てくる、ボロボロ。うん、まあ、そういうのに目が向き始めたらお年頃かもしれない。そう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 今ね、うん、まあ、時代的にもね、もう他の国はこう動いてるのにっていうのをちょっとやっぱ思っちゃう。思っちゃう。他の国こうなってるのに今私たち節電を強いられてるのかみたいな。まあもちろんその停電するよりかはいいんだけど、大規模停電するよりかはいいんだけどって、そういうなんか引き合いを出されてさ、弱み握られてやらされてるかも。うん、ね、搾取されてます。この猛暑の中にさ計画停電っていう案が出てきたことに私はびっくりした。とかどうすんだろう。だって本当にだって企業努力をしないさ、親方日の丸な東電とかがさ牛耳ってんだから、うん、それは日本として国として良くなるわけないじゃんって思っちゃうね、うん、ちょっと別に一企業を批判する気はないけど、うん、努力しろよって。そう、じゃあお前がやれって言われてもよくわかんないけど、でも国上げてやってんのかと思って、お金払ってんだからやってくれって話なんだよな。そうだね、うん、お金払ってるのにね。という話、はい、どういう話かわかんないと思ってみたけど、何の話してたんだっけね。とりあえずロシアがデフォルトっていうところから物価高だって話になり、日本ってなかなかねみたいな話になったそうね、だからとりあえずサシさんは政党を作る。ちょっと面白そうだよね、調べてみたら。
生徒の作りいくらかかるのかとか、うんうん、どういう要件なのかとかは面白そう。見方を増やしていくのが大変そうだけどね。はい。育業はどうですか？育業？ああ、育業ってつい先日ですね、6月29日に小池百合子さんが、まあ、東京都知事の小池百合子さんが育児休業っていう言葉ってなんか休む、なんか会社を休むっていう風なちょっとネガティブなイメージになっちゃうから名前変えようぜっていうことで育業という名前を作りました。育休ではなくてね。そう、育休じゃなくて育業という名前を作りました。決して育児は休みではありませんと。育児をすることによっていろんな学びがあるんだということで、うん、男性社員、はい、会社で勤めている男性社員とかも育児のために休ませてくださいではなくって育児のなりわいをこれから、うん、業務に入ります、はい、業務に入りますっていうふうにしようぜっていうことです、うん、で育業っていう名前が選ばれましたですね、はい、ちなみにこれね面白いなと思ってドイツで成功してんだよねこれ。同じことがドイツも日本と同じような感じで、うん、すごく男性の育休取得率が低かったんだって。2000年代の頭までは 3% ぐらいしか男性取ってなかったんだって、うん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 、でじゃあやっぱ育児休暇ってよくないから名前変えようぜって言って、うん、親時間っていう親の時間って書いて親時間っていう名前に変えたんだって、うん、あれ親父じゃないよ親の時間ね、はい、はいうんはい、で親の時間って名前に変えたら、うん、男性まさかの 30% プラスすごいね、うん、10倍に、うん、なったんだって、うんはい、ということで、名前を変えることによってイメージが変わって、うん、なんだなんだ取れるじゃんって取りやすいじゃんっていうポジティブな、例もあると、うん、いうことで、まあ、日本でもね育休じゃなくて育業っていう名前を変えることによって少しでも育児のためにいろいろ休まなきゃいけないっていうのからは脱却できるんじゃないのかということで、うん小池百合子さんが名前を発表しました、うん、育業です、うん、はいはいということどうですか、うん、まあやってったらいいんじゃないですか。できることは何でもやった方がいいと思うし、うん、もちろん会社側の問題もあると思うんだけどさ、その育休なんてなんで男が取るんだっていう考える人も まだもちろんいると思うし、自分がやってなかったら分かんないじゃん、うんうんうん、自分がさその子供を生まれた時に働いてたら奥さんが家で何をしてるかなんて全く知ってるわけがないんだから、うんうん、その人たちになんか理解を得るのはすごい難しいと思うからさ、うん、その会社側の意識を変える、これは制度だから権利だからみたいな感じに変えていくっていうのももちろん大事だと思うし、男性側の意識を変えるっていうのも大事じゃない？そのなんか育休、休み、家でスマホをいじるみたいなさ、発想の人もやっぱこうソロキャンプ行くそう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 、これラジオで言ったことあるっけ？あるある育休明けました、育休中に、ジムに通い始めソロキャンプが趣味になりましたっていう営業マンからのハガキ届いて、すぐ解除しましたみたいな、じゃあツイートだってね、これも多分あったりとかしたんだけど、男性の意識を変えるっていう、あんた休みに来てんじゃないんだよっていう、うん、一緒に子育てをするための時間を確保してるだけだからねっていうのが、うんうん、ちゃんと芽生えるっていうのも大事だなって思うから、はい、やっぱどうしてもさ自覚持てないじゃない、父親になったっていう、育ててないもんね、だってまだ生まれるまではさ。今のサチさんの話を踏まえると、うん、これ小池百合子さんの話がすごくいいなと思ってて、うん、この育業っていう名称俺は結構面白いなと思ってたんだけど、うんうん、まさにこれ言ってて、胸を張って育業してますって言える社会にしたいと、うんうん、この育業してますって育業する、うん、グーグルと同じ感じでね、育業するっていう動詞が出来上がると、うんうんうん、
すげえいいなと思って、今何してんのって言われて、あ、今育休中なんだよね、みたいな。うん、育休中なんだよねって、なんか、あ、今そういう期間なんだって終わるけど、育業してんだよねって言ったら、あ、お前育児やってんだ、みたいな感じになる。なるね、なるね、確かに。超言いやすくない？うん。だから、この説明をする部分にもさ、うん、育休中にこういう趣味できましたじゃなくて、うん、育業してましたみたいな、うんうん、で育業してて今育業しててさそのキャンプにハマったんだよねって意味わかんないじゃん話通じないつながんないね確かに育休中にジム通い始めたは話が通じるんだけど、うん、育業しててジムが趣味になりましたはならないから、うん、これなかなか面白いと思うこの動詞系は育業するそうだね、はい、そう家にいてもらうだけじゃ意味がないからねそうそうそう休みを取って休暇なんだよねみたいなそう 今育休中なんだよねちょお前育業しろよみたいなそうそうそう何のための企画分かってるのかみたいなでやっぱ結構いると思うんだよね、うん、とりあえず取ってみたけど、うんうんうん、ほんでなんか外面だけはよくてさそういう人に限ってベビーカーをしてたりとかさなんかね声で遊べたりとかしてはい、育めんねとか言われてまあ伸びちゃうみたいなさ、うん、うん、まあ、俺の今勤めてる会社の、うん、まあ根回しじゃないけどメンバーたち、うん、あとはカウンセラーとかいろいろさ、うん、俺のことをサポートするメンバーたちが いてくれてるんだけど、うん、そういう人たちからすっげえ口酸っぱく言われるもん、うん、ダメだよ取るだけじゃん経験者は語るすげえ言われてるそうだと思うそうだと思うよなんかあとはなんかすげえいい人たちだからむしろ3ヶ月足りるのってすごい言われるうんうん一旦ねうちらは今3ヶ月で私の大丈夫3ヶ月で大丈夫奥さんとちゃんと話した半年とかいるんじゃないのとかすごい言われてとりあえず3ヶ月で大丈夫です、うんうん、いう話私の環境今手厚いしねうんそうまあいいんじゃないその多分なんか名前変えたからってなんか名前変えただけで意味ないだろうみたいなさそういうこと言う人もいっぱいいると思うんだけどさ言うと思うよなんかでも変えようという意欲は私はすごいいいと思うからさうんやっぱね最近すごくもう個人的な学びなんだけど、うん、そんなんみんな知ってるよっていう話かもしれないんだけどやっぱあの名前をつける、うん、もしくは名前を変える、うん、ですごい、なんだろう、人の心に刺さるか刺さらないかに関係するんだなって、うんうん、今更ながらすごい痛感してて、うん。ネーミングがってこと？そう、ネーミングが。ネーミングもそうだし、うん、略し方とかもそうだけど、うん、例えばさ、あの、埼玉スーパーアリーナ。うんうん、あ、たまりたまりって言ってんじゃん。うん、たまりっていうのは俺はあんましっくりきてないんだけれども、うん、でもそれでしっくりくる人たちもいてさ埼玉スーパーアリーナっていうものに対しての認知度みたいなものって、うん、たまりって言った瞬間になんかこうただのアリーナじゃなくただのただ建物じゃなくってイベント会場みたいなさ、うん、ライブ会場みたいな、うん、イメージをこう付加させるような言葉に変わってるかもしれないじゃん、うん、とかっていうのでなんかそうなんだよねその全部そうあのなんだ最近、俺が、お、これ、そうか、これ言いやすいなと思ったな。問題解決っていう言葉があったとしよう。うん、問題解決を、なぜか俺の上司は、門決門決って言って、うん、最初、門決ってなんだろうと思ったけど、うん、でも、確かに、そうすると、あの、ドキュメンテーションするときのさ、あの、文字とかもさ、すごい短くて済むし、あ、確かに確かに。書類にしたときに。書類にしたときに、うん、だし、何かこう人に伝えるための言葉ってすごい短い方が刺さるんだよね、うん、ってことを考えてやっぱネーミングセンス育児休業入りますとかさ育休取りますってなくってちょっとこう文字の量は同じかもしれないけども、うん、言葉を変えるだけですごいこう、うん、人は使いたくなるんだそれをっていうのに、うん、今更ながらちょっとまた改めて感じを感じておりますと、うんうんうん、さしさんそういうの得意じゃんなんか新しい言葉を生み出したりさ名前つけるの好きそう名前つけるってすごい大事で、うん、このぬいぐるみ一つとってもさ、うん、そのぬいぐるみ一個をぬいぐるみというふうにして見るのか、うん、あの緑色のものを取ってとかさ、うん、そのふわふわしたやつ取ってとかじゃなくて名前をつけるってすっごい大事だと思ってて、うん、なんだろうあのイヤホン一個でもいいの、うん、このイヤホンに名前がついてかついてないかでものすごくイメージが変わるっていう、うんうんギターにギーターでつけたりねあ、そうそうそうマジそれ超大事
愛着が湧くからね、名前をつけると。うん。だから、あの、豚に名前つけて、ベーコンにするときにちょっと悲しいとかね。ああ、あったね。名前をつけちゃダメだよって言われてたけど、つけちゃったりね。つけちゃったりとかね。とか。そうね。だから、名前ってすごい大事だから、名前変えたぐらいでさ、とかって言わないで、うん、ちょっと一回名前というか言葉の、うん、強さを信じてみようっていう感じだね。うんうんうん、そうそうそう。一旦そういう何でも批判したい人たちは一旦ほっといてね、うんうん、まだそりゃ変わらないよ、まだ名前って公表されたばっかりだし、うん、じゃなくて変えていこうっていう1個目の何、1歩目かみたいなとこだと思うからさ。だと思います。さすがに、じゃあ以上でってなったら、うん、もうちょっと頑張ってって思うけど、いくようですそう、フリップ芸とか言われて結構叩かれてたりするんだけどさ、ゆりこちゃんが、うん、これだって超わかるよね。育児、例えばさ、これさ、育業じゃなくてさ、育児休業に、うん、育と業に丸をつけてさ、うん、育と業を取って育業ですっていう風にフリップで出すのか、うん、育業ってこの2文字だけをさ、うん、ドンって出すのかでさ、もうインパクトが全然違うわけですよ、うん、フリップ芸マジ大事だからねみたいな。逆にね、そうまたフリップ芸だけやってっていうかって戦われてて、いやいや大事なんです。いろいろ工夫をしてやっぱりね、人に伝わるのはこういうものかなって気がするよね。なんか批判だけなら誰でもできるからね。うちらも日本の批判ばっかりしてるかもしれないけど、うん、無責任にできるから。そう、いいとこ見てこう、うん、どの口がって思ってるよ。一個前の話題のお前らのラジオ聞いてみみたいになってるよ本当に。え？いやでもいいんじゃない、やっと日本が変わっていくというかさ、これに関しては ちょっとずつね、うん、変えていきましょう。私とかもドイツで育ってるしさ、家族っていうのは家族全員で過ごすものみたいなイメージがやっぱすごい強くて、なんかドイツとかは、ドイツ全部ではないと思うけど、この時間にはお家に帰って、この時間には全員でご飯を食べるよとか、うん、っていうのが当たり前にある家庭が多いなって思ってて、うんうんうん、なんかそういうのがね、その育児休業中だけじゃなくて、日常的に、うんうん、じゃあその業務量のさ、何、繁忙期とかもあるからずっとは無理かもしれないけど、なんかこう働きすぎじゃん日本って。そうだね、なんか労働時間に対するなんていうの労働時間、労働時間って美徳みたいなさ、あ、そう、そういう、そう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 、なんか育休が悪いことっていうか、休むことがネガティブなことになってることが、まずこの国はちょっと微妙だよねっていう意見も確かにあって、うん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 、あ、そうだね、そうだね、うん、そうかもしれないね。そうそうそう、うん、休むことは大事なことだぞみたいな感じだけど、うん、そうそう、だからなんかもうちょっとそっちの意識、働くということの意識というか、うん、働くことに対しての考え方みたいな、うんうん、なんだろう、Z 世代って今の、うん、いやこれは業務外なんで、その極端な話ではなくて、うん、飲み会ですか、行かないですみたいな、行くわけないです、お金出ないですよねみたいな、そういう極端な話ではなくて、なんかこうもうちょっと各々が自分の意思で決められるようになるといいのにねって思う、うんうん、そうだね、うん、働きたい人もいるからさ、うん、なんかうまくね、バランス取っていけたらいいのにねって。そうだね、だからあれじゃない、そう考えるとさ、うん、やっぱ今の日本のもう全然崩壊してるけど、うん、いわゆるあの終身雇用で年功序列で、うん、この会社に入ったら、うん、あ、本当にもうこの A 社に入ったら、うん、毎日10時間労働で、うん、金額はこのぐらい、うん、B 社に入ったら毎日14時間労働で給料はこのぐらい、うん、その代わりすごいこうペースで上がっていきます、うん、とか、うん、あの毎日 6時間半しか働きません、うん、で給料このぐらい、うん、50年後はこのぐらい、うん、みたいなのがさあると、うん、
多様性に合ってないなと思うわけですよ、うんうん、でもそうじゃなくて20代のうちは1日15時間働いてもいいけど、うん、30代になったらこういうふうにして40代になったらこういうふうにしてっていうのを、うんうん、自分の中でのこう生活をぐるぐる変えていこうとすると、うん、もうこれから会社勤めって減っていくんじゃないのかなって気が、うんうんうん、自分で独立して自分で会社作って、ね、で業務委託とかね、あ、そう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 っていうふうにこう、うん、もうちょっと個人労働みたいなところが増えていくんじゃないのかなっていう気がしている。賢い若者はもうそっちにシフトしてる気がするよね、最初から一応、うんうんうん、もちろんその今スキルを持ってる人たちもそっちに行ってると思うし、うん、花から学生の段階からそこを見越して準備してっていう、うん、やってる賢い子も増えてるんだろうなって思うよね、うんうんうん、だから日本から逃げてっちゃうかもしれないけどそういう人材が世のままだとそう、でもそう思うよ、もう本当に長く働くことが美徳ではないと思うし、うん、育業を取ったから出世レースから外れますっていうのもナンセンスな話だし、うん、そうです ね, ね、まあもうすでにそういう、なんだろう、昭和の働き方みたいなのはさすがにもうね、うん、なくな、まだあるけども、うん、全体の流れとしては縮小傾向だと思うので、そうね、まあ、まあ時間が解決する問題かなとか思う。今だからその伸びてる企業みたいなとこはさ、結構その人材確保にお金出すしね。ホンダマジで頑張るよそれ。ホンダかなり逆行したからなそうだね、 NTT 見習え。だからバンダイとかもすごい上がったんだよね、基本給。あ、そうなんだ。確か、あ、なんか言ってたな、うん、新卒から確か上がって、うんうん、確かにバンダイ言ってたわ。27万とかだったか忘れちゃったけど、金額は。で今働いてる人も上げて、やっぱ取り合いだからさ、もういい人材の、うんうん、っていうとこで戦ってるとこはやっぱ伸びていくんだろうなっていう、うん、お金が全てじゃないけどもね、うんうん、でも最低限のその人の価値に見合うお金は出そうよっていう話ですね。うんうん、そうだね、うん、私が前いたベンチャーもすごいそこに何出し惜しみはなかったなって思う。残業代はね、あの見込み残業だったからあれだったけど、うん、でも基本給とか本当に最近働きがいいからっつってポン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 上げてくれて、で私が辞める時くらいにあの下がる制度も導入しますって言ってたけど、それでいいと思うね、うん、なんかもらってるのもさ、なんか申し訳なくなるというかさ、いや私はこの給料に見合う働きができてないってなるぐらいのこう意欲の高さで働けてたからさ、うんうん、そうするとね、組織としても上がっていけるし、いいこと、そうそう思いますよ。そうだね、上がるだけが全てじゃないからね。そう、時には止まることもあるし下がることもあるし、うん、それで向いてないって判断して転職するのはそれもそれだしね、うん、向いてないものは絶対あるからね、人間あるある。そうそう思います。まあ私は今ね、いわゆる産休中なんで何もしてないですけれども、うん、まあいいです。産休は産休でいいかもね、うん、マジで休むべきだと思った。うん、休んだ方がいい。私はさ、その妊娠5ヶ月ぐらいの時からさ、産休中なんですること絶対ないじゃん何もみたいな、暇すぎるから6月末まで働こうかなとか言ってけど、妊娠9ヶ月ぐらいになって無理だってね。休むことが仕事だから本当にこれ無理、通勤してる妊婦マジで尊敬するとか言ってもう完全に休んでるし、さあ産休に入ったらこういうことしようかな、いうことしようかなとか思ってたら全然できない、無理、体力が持たない。うん、だってアニメ見るのさもできてないもんね。できてない。あ、でも iPad のあれがあるおかげで映画とかを見てるよ。アニメはそのなんかパリピ孔明は完結してから見ようとかあったから、そろそろ見始められるけど、まあでも何してもしんどそうだよそうなの、意外としんどいから、うん、産休中はマジで何もやらせないであげられる環境が作れるのだね、本当にね。うん、
うん、これはね、寝てなって言ってあげて。これはね、夫の方の努力だよ。本当だよね。マジで。これ、夫側がどこまで努力できるかによって、すべてが変わるから。そうそう。だから、アッチは今、私の実家に住んでる。うん。なんかそこで気使、まあ、アッチは気使わないタイプがいいんだけど。超気使ってるから。そう、でもだから、アッチは今、バリバリ仕事をしてるけど、ご飯は、うちの、親が作ってくれたりとかして洗濯もやってくれるし、お金で解決そうそう、今はね、いい環境にいるなって思うけど、本当にそれはそれでいたわってあげて、お前休みなら何もしてねえんだろとか言ったら本当にね、舌抜くよっていうぐらい。エンマ様じゃない、いきなりエンマ様出てきちゃったね。びっくりだよ。そんなこと言ったのはこの舌かいみたいな感じになっちゃうから、やばい、うん、面白いこと言うね。いやでもそんぐらいじゃない、うん、声もが魔風感使ってくれないかな。ちょっとそれわかんない、ルロケンじゃない、間違っちゃった、誘惑ね。私誘惑わかんないんだけど、いやわかん、読んだはずなんだけどね、前回。いやでもそんぐらいのことだからね、マジ言ってたら一回謝っといた方がいいよ、一生引きずるらしいから、その妊娠中と出産後に言われた言葉、うん、やられたこと、うん、態度とかは一生引きずられるってよく言われるからさ、うん、マジで気をつけた方がいいよ、旦那さんは、うん、なんだろう、思いやりを持って言えばいいんだよ。いやでも何が正しいとかはないからさ、で話聞いてあげた方がいいんじゃない、思いやりもさ、うん、自分の価値観の中でしか作れないじゃん、思いやってない人間の価値観じゃんっていうの。なんていうの、自分考えられる範囲は自分の経験からしか来ないじゃん。はいはい。だから私がされて嫌なことをアッチにしないようにしたとしても、アッチからしたらそれは別に やられても全然嫌だと思わないし、むしろその配慮によって生まれた行動が嫌だよみたいなこと昔あったし、聞いてあげたらいいんじゃない、大丈夫みたいな。そういうことです。どうみたいな、一応みたいな。妊婦結構大変らしいぞ。大変大変、最初の頃落ち込んでた、産休入った、入りたてマジで落ち込んでた、私今日何もできてないんだけど、でちょっと動くと疲れるし、あと周りにすごい心配かけるってことを学んだから、お布団運んだりとか、うんうん、うん、もうこういう期間だと開き直って、私はのんびりすることにしたね。そんな感じ、そんな感じ、じゃあ終わりにしちゃうよ。いいよ。92回の S&A の無責任ラジオが終わりです。YouTube、Podcast、Spotify でラジオを流してるんで、多分これどっかで聞いてくれてると思いますけども、YouTube だけかな、いいねってやつあるんで、いいねって押してくれたら嬉しいです。うん、うん、そんな感じか。で、Twitter と Instagram は日々ちょこちょこ更新してるので、うん、まあ、ハロプロニュースが多い気がするんだけど、うん、まあ、ちょこちょこ出てると思うので、いいね押してください。以上、これで終わりです。今週も聞いてくれてありがとうございました。来週無事配信できることを祈って、はい、そうだね。バイバイ、バイバイ、またね。